どうもユースフィルムのユウです。皆さん動画ご覧いただきありがとうございます。先週に引き続き2週連続の更新ということで、これからね更新頻度をもっと上げて、頑張って年内になんとかチャンネル登録者数1万人いきたいなというふうに思っておりますのでですね、ぜひまだ、チャンネル登録してないよという方は、していただけるととっても嬉しいです。今日なんですけれども、日頃ですね、インスタの DM とか、YouTube のねコメントでもダヴィンチリゾルブの使い方だったりとか、カラグレについてもっと教えてほしいよといったようなコメントをね多数いただくことが多くてですね、まあこんだけ、気になっているという方がいるのであれば、満を持してですね、これから何回かに分けて、僕のですねダヴィンチリゾルブの使い方だったりとか、普段カラーグレーディングしている時に気をつけていることみたいなところ、あとはその小技だったりとか、便利なね情報をいくつか何回かに分けて、共有できたらなというふうに思っておりますので、ぜひチャンネル登録そしていいねボタン、してもらえるととっても嬉しいです。はい、ということで、本題なんですけれども、本格的にね、動画を、一眼みたいなカメラで、撮るように、なると、よく耳にすると思うんですけれども、ログ撮影ですね。ログ撮影ってね、なんじゃいという方もね、中にはいらっしゃると思いますので、簡単に説明すると、これのことですね。このしらっちゃけたような映像で撮影することのことを言うんですけれども、なるべくその黒粒れだったりとか白飛びといったものがなるべくないように、かつその色情報をねなるべく多く持った状態で撮影して、この後にですねこういう風に自分の好きな色味だったりとか世界観といったものをこうね色編集で持っていくといったものがしやすいように撮影しますよといったような形式をログ撮影というふうに言うんですけれども、これですね、撮影のねハードルも高いよというところもあるんですけれども、さっき見せたみたいにちょっとねしらっちゃけたような映像で記録されてしまうので、どういうふうにねその色の編集をすればいいのかわからんぞというふうに食わず嫌いをねどうしてもしてしまう方も多いんじゃないかなというふうに思います。これね、その色編集に関して、その色をね、戻していくという作業に関しては、もうめちゃくちゃ簡単な方法があります。もう本当にね、これはめちゃくちゃ簡単で、しかもね、この方法で解説している動画がそんなになくてですね、ちょっと不思議なぐらいなんですけれども、もはやもうワンタッチでできてしまうので、ぜひですね、この動画を見て、覚えて帰ってもらえたらとっても嬉しいです。はい、ということでですね、ダヴィンチの画面に移りたいと思います。はい、ということで、普段ですね、僕ちょっと2画面でやっているんですけれども、ちょっと画面録画のね関係で1画面で解説していきたいというふうに思います。はい、早速ですね、今ちょっとタイムラインに先日、愛する奥様との結婚式の前撮りをねした時の撮影したログ素材がこういうふうに並んでいるというところなんですけれども、ちょっとねご覧の通りちょっとねしらっちゃけたような映像になっちゃっているというところですね。なのでこの素材をまず目で見たような色味に戻していく必要があるということで、いわゆるねカラーコレクション、略してカラコレとかね、ノーマライズとかプライマリーとかいうふうに言われる作業になっていきます。はい、でね、ログ素材の色の戻し方に関してはたくさんあるんですよ。本当にいろいろな方法があって、一応ね今日ちょっと順番に説明していこうかなというふうに思っているんですけれども、ちょっとね今日最後に説明する、僕がね普段やっている方法が、おそらくね、個人的にですよ、個人的には一番楽だし便利だし、確実に一定のね水準で色味をね戻していくことができる方法だというふうに思っているので、ぜひね最後まで聞いて覚えてもらえるととっても嬉しいです。はい、とはいえね目次をつけておきたいと思うので、ここのね再生バーの中から自分がね見たい、ところまで飛んで、見てもらえると良いかなというふうに思います。はい、ということで方法1なんですけれども、まずねちょっとカラーページに飛びまして、もうねこれはもう簡単です。自力で戻すという方法ですね。一般的なねこのログ素材と呼ばれるものは、しらっちゃけていてコントラストが、薄くて彩度が低いといったような素材になっていると思うので、もうこれを本当にもうコントラストつけてあげてよっ、で彩度をねこういう風に出力でグッと上げていくという感じですかね。はい、ちょっとね彩度が高いなという場合はここのねキー出力をグーッと下げて、自分が気持ちいい
ところに持っていくと良いんじゃないかなと。まあ、これでね、大方目で見たような色味になってきたかなというところなので、まあ、これでね、完了なんですけれども、まあ、とはいえね、この方法だと、まあ、それっぽくはなるけど、多分正確ではないのかなというふうに思っていて、まあ、例えばね、S ログで単純に彩度上げただけだと、まあ、ちょっとね、スキントーンが黄色くなっちゃったりとかするかなと思います。まあ、なので、もっとね、いろんなところをこう細かく、ティントだったりとか、細かく調整していく必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、これをね、ちゃんと、理解して検証して、戻していく、でしかもワンクリップずつやっていくっていうのは、まあ、かなりね、ハードル高いんじゃないかなと思いますし、個人的には難しいと思うので、正直あんまりおすすめはしません。はい。で、続いてですね、まあ、ちょっとこれを消しまして、はい、続いて2つ目の方法に関しては、ラットを使うという方法になります。で、ね、ラットが何かはちょっと改めては説明しないんですけれども、まあ、こういうふうにね、ダヴィンチに、デフォルトで入っているラットだったりとか、あとはね、各メーカーのホームページから、まあ、各ね、ログの素材を正常に戻すようなラットというものが無料で配布されているので、まあ、それをね、ダウンロードして使えば良いのかなというふうに思うんですけれども、まあ、例えば、これで、ログの素材を戻すためには、ここのね、ラットからギューッと、このね、濃度に適用してあげるだけ。これでね、もう色味が戻ってくるので、まあ、非常に簡単なんですけれども、このね、ラットを使うことに関しては、欠点もありまして、ラットを使うとね、それ以降の濃度に関しては、色情報がね、失われちゃうんですよね。ラットって、ちょっと調べたところによると、普通のね、元の素材に対して、5ビット分の色情報しか残らないというところがあります。5ビットってね、例えば、僕のソニーの、FX3 なんかでは、10ビットで撮影することができたりとか、まあ、あと、α7 III とかなんかは、8ビットかな、で撮影することができると思うんですけれども、まあ、そこからね、まあ、格段に、色情報が失われてしまうと、言ったところがあるので、非常にもったいないのかなというふうに思います。で、かつ、まあ、例えばこのノードの処理でいくと、ここでじゃあ今ラットをね当てましたと、ラットを当てて、例えばですね、ちょっと極端な話なんですけれども、このノードでぐーっとこのね、今スコープの部分見てもらえれば分かるんですけど、まあ、ちょっと、ね、白飛びを極端な話させてしまうと、そうするとこの次以降の素材、濃度だと色が戻ってこないんですよね。ラットを適用した濃度以降の、ところに関してはもう色が戻ってこないというところがあるので、まあ、こういうねことがあるので、ラットを当てるときは最後の濃度でというのが一般的な、考え方になるかなと思うので、まあ、こういうふうにね、ラット以前のところで、まあ、ここのね波形を見ながら明るさをね調整したりする必要があると。はい。で、ただこれをすると、ちょっとね、非常にややこしい問題がありまして、例えばですよ、このスキントーン、ちょっとね、今黄色くなっちゃってるので、このスキントーンを変更したいという時に、まあ、このね、最後に反映させてるラットよりも前でね、じゃあスキントーンをそこだけクオリファイアーして変えたいよという風になった時に、まあ、こうやってね、ハイライトかな、ハイライトを見ながら、ちゃんとね、肌だけをこう選択しながら編集していくんですけれども、まあ、ちょっとね、今、適当にやっちゃいますが、まあ、これで大方抜けたかなと。まあ、ちょっとね、周りの部分が選択されちゃってるので、まあ、例えばね、こういう風に、パワーウィンドウなんかを使って、肌の部分を、だけをね、こうね、抽出してあげると。まあ、これをね、トラッキングとかする人、まあ、ちょっと今回は省きますが、トラッキングもしてあげると。こういうふうに肌の色だけを抽出してあげて、で、ここのね、スコープを見ながら肌の色というのを適正に戻してあげる必要があるんですけれども、このね、今パレードを出してますが、ベクトルスコープで、ここにね、このピューというふうに一本線が入っていると思うんですけれども、ここが、スキンインジケーターといって、でここのスキンインジケーターに合わせて色、肌の、ね、色味を持っていくと、まあ、適正になりますよと、言ったところの指標になっているんですけれども、これ見ていくと今かなり緑色側にねちょっと寄っちゃってるので、色を戻してあげる必要があると。こうやってね見ながらこうやってまあ戻していくんですけれども、まあ、ちょっと破綻の、ね、ない程度にこう戻していってあげると、ちょっと彩度が高いのでみたいな形で、まあ、こうやってね明るさなんかも調整して、明るくしすぎたらこうやってね、やってあげると。まあ、こうやってね、編集していくんですけれども、これ厄介なのが、ここのね、ハイライトでこの見て抜いた色っていうのは、ここね、今参照している色っていうのは、
ここのノードまででやった編集した色なんですよ。つまり何が言いたいかというと、この色っていうのは最後にこの適用したラットでのこの肌の色じゃないんですね。なのでここでいくらここのスキンインジケーターに合わせて編集したとしても、最後ここにラットを適用しているので最終的なアウトプットの色とはちょっと変わってしまうと、なのでもしねその肌の色を適正に合わせたいのであれば、この後に改めてここのね肌の色を、例えばですね、極端な話ですけどこうやって抜いてあげて、ここでね合ってるのかな合ってないのかなっていうのを見てあげる必要があると、さっきねもう結構ちょっとギリギリですけど合わせに行ったのと比べるとやっぱりちょっとまだ緑色側にね寄っちゃってると、思うので、ここをね見比べながら編集していく必要があったりするので非常にめんどくさいというところがあるので、正直そのラットを使ってね、さっきあの冒頭でも言ったようにラットで変換してしまうと色情報がぐっと制限されてしまったりとかいう理由もあったりするので、少なくともカラーコレクションの段階、プライマリーの段階ではラットを使うのは僕個人的にはおすすめはしません。当然ね、カラーコレクションをした後にその世界観を出すために、カラーグレーディングの段階でね、ラットを使うというのは全然もちろんいいと思うんですけれども、少なくともねやっぱりどうしてもカラーコレの部分でラットを使うというのはおすすめしないかなというところです。はい、そしたら次の方法に移りたいと思うんですけれども、続いての方法がカラースペース変換という方法になります。はい、でこのカラースペース変換、これも、このカラーページからやっていくんですけれども、このエフェクトというところを押すと、ここにね、カラースペース変換というものがあるので、これをねもうノードに適用してあげるだけです。で適用してあげた時にここにね FX の設定が出てくるので、この入力カラースペース、入力ガンマ、出力カラースペース、出力ガンマ、といったところをそれぞれ任意で選ぶことができるので、今回入力するカラースペース、としては Slog3 で撮影しているので、S ガマット3という入力カラースペースとコントラストに関しては Slog3 なので適用してあげるとこういう風に色がつくというところですね。はい、非常に簡単な方法かなと思います。でこれ先ほどのね、ラットと違って色情報が全く失われないので、このねパレードで例えばこのねぐーっと色を上げて他の、ノードでね色を戻してあげても特に色情報が失われたりはしないという方法なので、非常にね簡単だし便利な方法かなと思います。はい、で当然ねこれでいいじゃんと思われる方はこれで全然良くて良いと思うんですけれども、一個ね欠点があるとすると、毎回ねこの編集したクリップごとにこういう風にカラースペース変換というのを適用してあげなければいけなかったりするので、この編集した後の素材がね僕なんかは平均でだいたい100クリップぐらいになったりするので、それをね毎回こうやっていくっていうのは結構手間だったりするかなと思うので、僕はねこれちょっと面倒かなというふうに思っています。でかつこのね方法だと最後そのカット編集をした後にカラーグレーディングをしますよというカラー編集をしますよという段階で初めて正しい色がつくことになるので、カット編集してる段階ではねこれが果たして正しいというか色も含めてね良いクリップなのかが、当然ねもう完璧にもう超設定が、厳密にねされてて、もう全部のクリップ素晴らしいクリップですよであればそれでもいいんですけど、当然ねそんなこともなかったりするので、最終的にねこのカット編集まで終えて、じゃあ色編集しますよといった段階でカラーコレクションをして、正しい色味を出しましたよという風な時に、こうね、適用するときに、なんかちょっと思ったほど良いクリップじゃないな、みたいな。これはね、個人的にはいいクリップだと思ってるんですけども、思ったほど良くないな、みたいなことが、カット編集をした後に判明しちゃったりすると、じゃあそこの代わりにどのクリップ入れよう、みたいなことが、発生したりもするので、ちょっとね、そこは二度手間かなと思うので、個人的には、ちょっと面倒な方法だな、というふうに思っています。はい、ということでね、最後僕のおすすめの、方法を解説していきたいと思うんですけれども、これが RCM という方法ですね。ちょっと一旦この全部外して、まっさらな状態にしておきたいと思うんですけれども、はい。でね、ちょっと RCM の解説をしていきたいんですけれども、RCM、これが、リゾルブカラーマネージメントの略になっておりまして、カラースペース変換でやっていたような作業とほぼ同じなんですけれども、
それを、全部ね一括でやっちゃおうぜというものになっています。これね、どうやってやっていくのか、これから解説していきたいんですけれども、実はこれここのねカラーページではなく設定ページからやることになります。で、正直ちょっとこの最初のね、設定正直ちょっとめんどくさいというかややこしいです。まあ、なんですけれども、ダヴィンチね、いいところとして設定1回やっちゃえばプリセットとしてこの右のね丸3ポチのここの部分で、プリセットを保存しておくことができるので、最初に1回やっちゃえばあとはもうそれをねロードするだけなので、まあ、1回ぜひね今日この動画を見ながらぜひ設定していただいて、でその設定したものを、プリセットにね保存して、今後はねそれをロードするだけという形にしてもらえれば非常に楽なんじゃないかなと思うので、ぜひ動画を見ながら作業してもらえるととっても嬉しいです。はい、ということで説明していきます。まず、ここのページ、カラーマネジメントのタブを見ると、ここのカラーサイエンスの部分がデフォルトだとダヴィンチ YRGB というものになっていると思います。はい。で、ここのねタブをクリックすると、その下にですね、ダヴィンチ YRGB カラーマネージドというものがあります。これがね RCM のことですね。なのでこれを押してください。で、これを押すと、ここのね自動カラーマネージメントというところのチェックボックスが最初はねついている形になっているので、これを外します。はい、外すとこのカラー処理モードが、最初はね SDR-REC709 というふうになっているので、これもね変える必要があって、下にグーッといくとカスタムというものがあるので、これもクリックします。で、このカスタムにすると、これはねもうさっき のカラースペース変換同様ですね、入力カラースペース、タイムラインカラースペース、出力カラースペースをね任意の形に選ぶことができるので、ここをねぜひ設定してもらえればいいかなと思います。僕はソニーを使っているので、ここをソニー S ガマット3と S ログ3に変えます。で、このタイムラインカラースペース、多くの方がですね最終アウトプットとして YouTube だったりとか Instagram を想定されているかなと思いますので、基本的にはこの REC709 で問題ないと思います。で、ただこの REC709 にもねいろいろ種類があります。そのガンマカーブが 2.2 というものなのか 2.4 というものなのか、 A ですね、これ 1.9 なんですけれども、この 1.9 という A というものなのか、このねまあ、多くの場合この3つから選ぶ形になると思うんですけれども、まあ多くのね動画クリエイターの方はおそらくこの 2.4 にしているんじゃないかなと思います。で、僕はねこの A というものにしていて、これ何かっていうと、Apple 製品、iPhone とかですね、 iPhone とかで撮影するときにダヴィンチで参照した映像と最後出力した映像が iPhone で撮影見たときにそんなにね変わりないよっていう企画らしいです。僕も細かくはちょっと検証してないのでらしいとまでしか言えないんですけれども、まあ、どうやらそうらしいので、僕はiPhone でね映像を見返すことが多かったりするので、この A というものにしています。はい、まあ、ちょっとね細かい検証している方がもしいれば教えてもらえると嬉しいです。はい、でこれねぜひここの映像を見ながら、見ておいてほしいんですけれども、このね設定終わったらこの保存というものを押すと一気に変わるので、よく見ていてくださいね。はいはい、ということで、もこれだけでねカラーコレクションというか、まあ、そのログの色を戻すということが完了します。はい、で当然さっきのカラースペース変換同様、ここのね色情報何にも失われていないので、こうグイグイやってもちゃんと戻ってきますよという形ですね。はい、でこの方法の何がいいかって、まあ、これちょっとエディットページに戻るんですけれども、ここのねエディットページでもうすでに全ての色がログからREC709の形に戻っているので、こっちのメディアプールの素材もすべてちゃんとねこうやって色が戻ってる状態で確認することができます。なのでカット編集の段階からちゃんと色味まで含めていい素材かどうかっていうのを確認しながらカット編集することができるので、非常にこの点はね便利なのかなというふうに思っています。はい、でこれね一括で処理しちゃってるので、例えば、まあ、僕の場合はソニーだけで撮影してるのでないんですけれども、例えばね仕事の、現場とかで、まあ、ソニーも使ってればニコンもキャノンも使ってますといったような、まあ、ちょっと特殊かなと思うんですけれども、まあ、そういったケースでもここのねメディアプールを例えば、まあ、相当で種類ごとに相当した上で、例えばじゃあこっからここまでがニコンですよみたいになった時に、このね範囲選択をしてあげて、で右クリックしてこの入力カラースペースというところを見ると、このね任意のクリップのみだけでも設定させてあげることができるので、ここからここはニコンですよという場合とかキャノンですよという場合は、こういうふうにキャノンの
ログの素材を選択してあげると、そこだけ入力カラースペース変えることができるので、個別のねクリップにも対応することができるという形なので、非常に便利かなというふうに思います。まあね、ちょっと設定のね方法がめんどくさかったりするので、まあ一回設定した上でこのプリセットをね保存してあげれば、その以降のね作業は楽かなと思うので、まあぜひプリセットを保存してもらえるといいかなというふうに思います。まあ、あとはなんだろうな、RCM のいいところとしては、このカラーページにちょっと飛びますが、通常のねこの YRGB ダヴィンチ YRGB よりもどうやらですね、ちょっと僕これもねちゃんと検証してないんですけれども、クリップをねそれぞれちゃんとダヴィンチ側が判別してくれて、このゲインガンマリフトだったりとか、この HDR のね、ダークシャドウライトハイライトといったところの分離がよりね精細に細かく、できているというところなので、狙ったところの色、明るさだったりとか色といったところをかなり精緻に編集することができるっぽいので、そういう意味でも RCM やってみるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、正直ねここまで便利な方法があるのにもかかわらず、正直あんまりRCM に言及している動画があんまり見当たらないなというところで、ね、ラットとかカラースペース変換の方が説明している動画多かったりするので、ちょっとねなんでなんだろうなと思いつつなんですけれども、まあ、ぜひですね、もしRCM よりもですねラットとかカラースペース変換の方が良いと、言ったところがあればですね、ぜひコメント欄で教えてもらえると非常に勉強になるとね、コメントしてもらえるととっても嬉しいです。はい、ということで、この動画参考になったよという方は、チャンネル登録いいねボタンしてもらえるととっても嬉しいです。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。